おーお久しぶりです三浦ですすございます、えー、ちょっと今日はトリリオンゲームの話をしたくてちょっとね動画を回してるんですけれども皆さん見てますかトリリオンゲームっていうか皆さんあのドラマ見てますかネットフリックスとかアマプラでは見てるけど民放を見てませんよって方多いと思うんですけどぜひちょっとトリリオンゲーム見てくださいあのー、TBS さんで、えー、金曜22時からかな えー、放送してるんですけれども、今4話目。ちょっと面白すぎるからね、ぜひ皆さんにも見てもらいたいんですけれども、あのー、まあ、原作は漫画で、えー、主演、えー、原作は漫画で、えー、稲垣理一郎先生原作で、えー、絵がですね、池上良一先生っていう。う池上先生なんてもう79歳、80、八十歳ぐらいやったと思うんだけどな。まあ、すごいあの人気漫画でございまして、その、稲垣理一郎先生がね、 もうあの昔からファンなんですよ僕あのアイシールド21とか、えー、ドクターストーンっていうね、えー、漫画の原作されてるんですけど、まあ、とにかくあのキャラが濃いキャラが濃いのを、えー、作れる方なんですけれどもそれが、えー、まあ伊香神一先生と一緒にトリリオンゲームっていう漫画になりましたじゃあその漫画が今回あの実写化なりましたっていうのでで そのまあ、トリリウンゲームの主人公が、まあ、ガクとハルっていうんですけど、えー、ガクくんが、まあえー、コンピューターオタクパソコンオタクみたいな子で、えー、ハルくんは、まあ、世界一わがままな男という、えーまあ、このキャラがうい設定でその世界一わがままな男が、えーまあ、1兆ドルやったかな1兆ドル稼ぐっていう話なんですけれどもそのガクとハルで2人で1兆ドル稼ぐっていう話なんですけどもえー その原作を見る限りガクとと誰がするんやと、えー、なるんんやなですよ結構ねあのリアリティある絵を描かれるんですけど「ガクとハル誰がするんや」ってなったら、えー、ガクが佐野勇斗さんがされててハル、えー、が、えー、スノーマンの目黒蓮さんがされてるんですけどちょっとあの合いすぎてて。 この二人しかいないなっていうぐらいなんですけど、めちゃくちゃそれがちょっとピンポイントで刺さりまくってるんで、ちょっと皆さんにも今からでも間に合うからちょっとトリリオンゲーム見ていただきたいなと思うんですけど。いやーもう、漫画通りすぎて、<laughs> ちょっと笑っちゃうぐらいなんですけど、そのまあ、楽役のね、さんのハヤトさんもめちゃくちゃ本当にいいんですけど、まああの、トリリオンゲーム見る限り、漫画見る限り、やっぱ、 メインというかね、やっぱこう、見てる僕ら側からしたら、その春がどんなことをするのか、どんな人なのかっていうのがね、やっぱ一番こうメインになるんですけど、それを SnowMan の目黒さんがもうバシバシ演じてて、もうちょっと爽快感がすごいですね、見ててね。ドラマの爽快感が。だから、えー、 ね、2話前ぐらいは確かおたげやってて次ホストクラブ行って今回4話目でちょっとその悪いところが出てきてというね、えー、カメレオンのような配役でいろんな役をやられてるんですけれどももうすごいですよもうあの春誰がするんや論争ですからねそれはあの目黒連さんがされることによって何て、えー、いうか全部のこの全員に対してこう説得ができてるっていうねいやちょっとポテンシャルの高さに引いてますね どうですかみんな民放まだまだいけるぜっていうね感じですよはい、まあ、TBS さんやったらねビバンもあるし、まあ、色々あるんですけどもうまだまだちょっと見どころたくさんあるから、えー、引き続きねトリリオンゲーム含めいろんなね作品ちょっと見ていこうと思うんですけど是非皆さんちょっと今期見てるドラマとか教えてくださいさよなら